ゆきやさん、ゆきやさん、お誕生日、お誕生日、おめでとう、おめでとうございます、ございます。わあ、なんなんこれ。なんなんこれ、マジでね、これどういう感情で見ればいいかわからんねんけど、これちょ、何これ。お誕生日おめでとう。いや、嬉しいけど何これ、マジでこれなんでこれにしたん。おめでとう、なんかもっとあるやろ。ございます、ございます。まあじゃねえんだよ、本当に。もう何なん、ちょっと何しとん、この人、この人何しとん、マジで。ああ、もう釣りやる気なくなってるから、こっちに関しては。え、ちょ、何これ、ほんまに。もうどういうか。ちょっとおもろいけど、何これ、ほんまに。いや、これいや、ゆきやさんの3、おかしいの3が、これ H みたいになってるし、これに関してはさーに見えへんし。はい、ということでね、もうめちゃめちゃ突っ込んじゃってんけど、僕ですね、今日、3月19日に、誕生日になりました。ありがとうございます。ありがとうございますね。いいんかな。で、まあ、23歳になりまして、動画を始めた時は16歳だったんで、7歳も、増えちゃいました。マジで、おっさんになっちゃいました、ということで。でね、まあ、今回ですね、ちょっと一つ、告知がありまして、動画を、まあ、撮らせていただいてます。今回、ゆきや、23歳、おっさん、になりましたが、今回ですね、もうちょっと誕生日にあやかった感じで、本当に申し訳ありませんが、今回、誕生日記念として、グッズを販売したいなと思います。声枯れた。めっちゃ声枯れた、今最後に。今回、出すグッズは、こちら、ヘアクリップ。はい、ということで、ですね、これ男の子ね、多分使わない方多いと思うんですけども、ヘアクリップというね、ヘアピンですね。ヘアピンっていう、僕のヘアピンを作りました。これでね、もう前髪止めたりとか、まあ、メイクするときとかに前髪止めたりとかできる、クリップというかピンになっております。こちらね、まあ、一つ二つ入りということで、もうめちゃめちゃもう本当に俺自分で、欲しくて、俺もう前髪が長いし、髪の毛長いから編集中とか邪魔で、よくクリップで止めてたんですよ。サンリオのね、サンリオのクリップで前髪止めてたんですけど、もう自分の欲しいなと思って、今回、ヘアクリップを、販売したいなと思います。俺も正直これもうね、1ヶ月前ぐらいから作ってたんで、もう1ヶ月使用してるんですけど、めちゃめちゃ使いやすいです。もうなんか俺がつけてる写真あるかな、まあ、あったらちょっと出しますね、こんな感じでね。出してなかったらなかったということで。まあ、こんな感じでね、僕もね、1ヶ月ぐらい前から使ってるんですけど、めちゃめちゃ可愛いんで、よかったらね、僕の誕生日プレゼントとして、買ってくれると、もうとても嬉しいし、もうとても嬉しいです。はい。期限っていうのはないんですけど、今日から発売で期限っていうのはないねんけども、3月27日までは、受注生産になるんで、それ以降は受注生産じゃなくなるんで、3月27日までに買えば絶対に、買えるんですけども、3月27日を過ぎちゃうと、もう手元にある、在庫がある分しか売ってないんで、もうそれ以降は買えないです。はい、もうこれめちゃめちゃ大事なんで、よかったらもう今すぐ買っていただけると絶対買えるんですけども、3月27日超えちゃうともしかしたらもう在庫分しかないんで買えない説がありますということで、よかったらもう僕、再販とかも一切絶対しないんで、よかったらもうこれなくなっちゃったら終わりなんで、よかったらね、もう本当に買っていただけると幸いです。本当に嬉しい。あ、皆さんね、ツイッターってやってますか？ツイッターってあるんですけども、もう僕はね、特に YouTube やってますけども、 Twitter の方が交流ね、めちゃめちゃ深いんですよ。もうリプとか DM とかめっちゃ返すんで、よかったらね、もう誕生日と思ってね、フォローしていただけると。誕生日押しすぎだろ俺。まあ Twitter っていうのやってるんですけども、こんな感じでね、もうたくさんの、はい、イラストありがとうございます。ほんと、もう、かわいいね。もうちょっと、早送りっていうか、まあ、ちょっとね、スクロール早くて申し訳ないんですけども、もうこんな感じでイラストめっちゃもらいました。めっちゃかわいいやん、もう。ありがとう。めっちゃかわいいね。うん。
こんな感じで、もうありがとう、もう本当にありがとう、もうもうマジで嬉しい、ありがとうありがとう、もうもうめちゃめちゃ幸せですもん、もう毎年毎年。あ、来たー、ゆきやさんのやつ来たで、おめでとうございます、まあ、はい。ね、まあ、誕生日ですって、生まれましたって言ったらね、もうたくさんのリプありがとうございます、本当に。本当にありがとうね、もう本当にね、もう本当に本当に、もういいね、押せてないやないかい。ありがとう、ありがとう、はい。はいはいはい、ありがとうね、もう本当にね。あ、ごめんね、ちょっといいね押せてないやつあったわ。ごめんね、もういいね押したつもりやってんけど。押せてないのあって、ごめんなさい、ごめんなさい。本当に。はい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 、めっちゃ押せてないやん、俺。もう全然押せてないんだけど。俺結構押したんやけどな。ということでね、ありがとうございます。本当に嬉しいな。もう嬉しいなって、ちょっと棒読みになってるんやけども。嬉しい。ありがとうございます。本当に。まあ、それ以外にもね、なんかプレゼントとかね、送ってくれた方いたらみたいでね、もうめちゃめちゃ嬉しいです。もう、ハッピー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 ただね、告知ばっかりでね、もううざいと思うんで、ここら辺で終わりたいなと思います。よければね、販売期間はないですけども、数がなくなっちゃうと、今回のグッズ、なくなっちゃいます。再販もありません。ということで、最後に、ね、最初に、海外の方にね、祝ってもらったと思うんですけど、あれを見て終わりたいなと思います。それでは見ていきましょうか。ゆきやさん。ゆきやさん。お誕生日。お誕生日。おめでとう。おめでとう。これサムネになってんだろ、これ。まあ。これ、何しとん？何しとん？マジで。俺って知らんでしょ。俺とか知らんとやってんの怖いわ。なんか分からんわ。なんかどんな反応すればいいか分かんねえもん、これ。はいはいはい。はい。ちょっとやる気なかったな、こっちの人。ちょっとこっち見たときさ、笑顔だやけど、あっち振り向くとき顔しんどったんやけど。風船チューしてもちょっとよう分からんけど、風船にチューするのよう分からんけど。はい、ということで、皆さん、たくさんのお祝いありがとうございましたということで、明日からもね、頑張りますのでよろしくお願いします。ということで、バイバイ！